こんにちは、ニコフジです。今日は満開のツツジと新緑の霧降りの滝をご紹介します。それでは早速行ってみましょう。はい、県道169号線に出てきました。こちらは日光栗山線と言われる県道です。通称はですね、我々は日光霧降り高原道路と呼んでいます。こちらは以前有料道路だったんですが、2006年から無料化されまして、今は一般道となっています。有料道路時代に料金所になっていたあたりがまた、ツツジの群生地になっています。そちらがですね、あちらになります。霧降りの滝入り口付近はですね、本当にツツジが多くてですね、この辺りツツジが丘と呼ばれています。私たちもね、地元の人間もゴールデンウィーク明け、この辺りのツツジの満開になるのを本当に楽しみに待っています。今年はね、ちょっと早いですよね。この日光霧降り高原道路をさらに進むと、霧降り高原木菅平、そして六方沢町を経由して大笹牧場までですね、ツツジのドライブを楽しむことができます。新緑ね、この時期とっても美しいですから、ぜひドライブやツーリング、サイクリングもね、楽しんでください。本当に綺麗です。はい、画面奥がですね、県道169号線の日光市街地エリア、駅方面ですね。そして画面奥の道路を道なりに行くと、霧降り高原方面になります。そしてこちらですね、側道を入ってくるとすぐに霧降りの滝の無料駐車場があります。霧降りの滝の無料駐車場の目の前ですね、こちらがツツジの一大群生エリアになってます。いやー綺麗ですね。いやー、もう今年は早いですね。結構もう咲いてます。見えますかね、上の方までずっとツツジなんですね。こちらが山ツツジの群生になります。いやー、すごいすごい綺麗ですね。
はい、これからですね霧降りの滝の方に行ってみたいと思います。いや今日は本当に綺麗です。新緑がねたまらないですね。はい、霧降りの滝入り口に出てきました。こちらですね画面の右手奥の方にですね行くと10分ほどで霧降りの滝に着きます。ロータリー左手ですね、こちらもツツジの群生地になってますんで今日はこちら先に散策したいと思います。霧降りの滝までは駅からバスでも来ることができます。この路線ですね冬場は運休になってしまうので気をつけてください。いや本当にツツジが丘というだけあって本当にツツジの木が多いです。そしてこの辺りは大きいんですよね木がですね。花のつき方もすごいたくさん羽がつくのでとっても見応えがあります。いや今年は花のつぼみが多いですね。いや楽しみですねこれね。いやすごいですね。いやすごいすごい。いや満開ですね。あすごいすごい。いやすごいすごい。綺麗ですね。すごいですね。次のトンネルですね。はい、はい、行ってみたいと思います。はい、ロータリーに帰ってきました。これからですね、霧降りの滝の方に行ってみたいと思います。この霧降りの滝までの遊歩道なんですが紅葉の時期もとっても綺麗なんですよね。でも私はやっぱり新緑の時期ですね。この時期は本当に綺麗です。はい、滝の音がしてきましたね。はい、見えてきましたね。いやー綺麗だ。いやーすごい。はい、霧降りの滝です。
はい、いかがだったでしょう。今日は綺麗なツツジと新緑の霧降りの滝をお送りしました。本当にですね、今年の花は1週間ほど早くて、霧降りの滝のツツジはもう満開を迎えます。その後ね、標高の高いところへですね、どん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 花が咲いていきます。ますますね、ハイキングなど楽しみなシーズンになるかと思います。皆さんもですね、昼よけや虫よけなど対策を万全にしてですね、ぜひ美しい日光に遊びに来てください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。日光を見ずして結構という流れ、また次の動画でお会いしましょう。